中国海軍の輸出用最新ミサイルフリゲート艦だそうです。国内海軍向けと E い艦種が多すぎではなんか汚いね。いつものことだけど。なんかやたら種類多いのは戦車も同時よ。なんか汚れの具合がインディペンデンスに似ているんだけどアルミ船体採用電気防食システム未設置で転職してるんじゃないかこれ。 いろいろな造船所に仕事を回さないといけないので煙突が見えるところにないんで船体の周囲に梅園巻き込んでるんじゃないのほんとワークホースだね中国海軍を代表する名艦に化けかけてる最新を歌いながら単 SAM は旧型の HQ-7 か輸出用は露骨にダウングレードかますのな よく見ると綺麗な部分と汚れない部分が四角でくっきりと分かれてるので綺麗な外板塗装でないのを併用してるっぽく見えるペンキ塗りのひと気合が足りてないな輸出用は露骨にダウングレードかますのなそんな門客アルジェリアの要望次第でしょうがレーダーはスマート S だぞ中国軍の建造能力をれろしシいい船だね 空母のあれに比べたら素直に評価できる多くの国では船すらないってのが現実だからな外側だけ立派でも先進国とやり合わない限りは十分な性能日本も廉価版を作って売った方がいい日本も廉価版を作って売った方がいいまずは巡視船からじっくりと実績を作って。<music>